バーは、みんな神奈川とか、それから千葉とか、それから西東京とかね、いろんなとこからはるばる集まってくるとね、これもあるですね、毎、月に1回か2回なんですけども、これだけ熱心にね、やってるけども、その練習の後のね、一杯と、それから、指導していただいている長谷川先生の見送りではないかなというふうに思うんですね。まあ、こういう不純な動機でも、もう第5回ここに出演しておりましてですね、こんなに続いたんだら大したものかなというふうに思っております。今日は4曲ですね、お送りしますけれども、まあ前座ということで皆さんに自信とね、安心をもたらすものというふうに希望しましたですね、何度も一生懸命歌いたいと思います。よろしくお願いします。
少し大変だったら。